内見 GT2 件は、ヤマハ発動機が製造し、世界各国で販売している、排気量 845cc のリーニングリバーストライクである。ヤマハ発動機が2015年に発表した、コンセプトバイク、MWT-9 の市販版であり、ヤマハ発動機の LMW と呼ばれる技術を用いた、市販の乗り物としては、トリシティに次いで第2弾となるものである。 車体を傾斜させると前輪二つが連動して動き、通常の二輪車のような運転感覚で車体を自然に傾斜させて曲がることができる。エンジンは同排気量のスポーツネイキットである MT-09、トレーサー900と同等の水冷直列3、気筒エンジンを搭載している。二軒の名称は、二つの軒を意味する造語であり、フロント二輪のダイナミックな動きを 県の達人による二刀流になぞったものである。開発コンセプトは、ニュータイプオブアジリティカントロールティであり、攻めの LMW を表現している。2件は、2017年の東京モーターショーにて、参考出展者として公開された。2018年9月13日に、日本国内での発売を発表し、同日より、受注予約の受付が始まった。 日本の道路交通法では、特定二輪車の基準に該当するため大型自動二輪車として扱われる。特定二輪車に該当する車種としては唯一となるマニュアルトランスミッション使用者である。道路交通法では、取引と同様に内閣総理大臣が告示で指定する3輪の自動車の要件に該当することから特定二輪車に分類され、特定大型自動二輪車と区分される。 運転免許としては、大型自動二輪車運転免許が必要となり、大型自動二輪車運転免許以外の運転免許では運転することはできない。道路交通法及び道路法の適用においては、自動二輪車と同等の扱いとなり、法定最高速度は一般道では時速 60km、高速自動車国道では時速 100km となる。 道路運送車両法では、側車付けオートバイとして扱われ、排気量が 400cc 以上であるため2輪の小型自動車に分類される。このため、自動車検査登録制度の対象となる。取シ引ィで初めて投入された LMW 技術を用いており、取シ引ィのフロントフォークが内側にあるのに対し、45度のバンク角を確保するため2軒は、フロントフォークを外側に配置し、 前輪タイヤの左右間隔が 410mm となっている。新開発のステアリング機構を採用し滑らかな操作性と自然な操舵性を実現した ABS を標準装備。またクルーズコントロール、アシストスリーパークラッチ、クイックシフトシステム、トラクションコントロールシステム、走行モード切り替え機能なども搭載されている。なお、スタンドを使用しない。 自立機構は備えておらず停車の際は足をつく必要があり駐車の際はサイドスタンドを使用するありがとうございます